はい、ではよろしくお願いします。翔吾です。お願いします。今日私持ってきた本なんですけども、前回のビブリオバトルでチャンプ本を選んでいただいたので自分でテーマを決めたんですよね。そこで旅というテーマにしたので私が今日持ってきたのはブレイブストーリー、宮部みゆきさんの作品です。旅って何かなと思った時にいろいろ考えたんですけども、やっぱり自分の思い出に残ってる本はこの本だなというところで、最初に読んだのが中学校2年生か3年生の時なので、ちょうど中間と下間で帯があるんですけども、アニメ映画化されて、それをなんか面白そうだなと思って、見ての通り上中下で結構分量あるので、上と中を読んでから映画を見に行って下巻を最後に読んだっていう風にやったんですけども、結構話としても面白かったんですけども、このお話の内容としては、それこそ渡るっていう少年、小学校の5年生かなの少年が旅をする話なんですけども、宝玉って言って宝石みたいな石を5つ集めると、女神様に願いを叶えてもらえるっていうんですけども、そもそもなんでそういう願いを叶えようと思った、そのもう一つの自分いる世界と、もう一つの世界ビジョンっていうんですけども、どうしてビジョンに行くことになったかっていう流れを4分の1ぐらい旅をする前でもうこの冊数の4分の1ぐらい使って詳しく書いてるんですよね。でその少年渡るっていう少年が旅をしようと思ったきっかけが、お父さんがよそに女の人を作ってしまって、ましてその女の人も妊娠させてしまって、でもお父さんも家出ていくとなって、でお母さんが一緒に自殺をしようと合戦、都市ガスなので死ねないよっていうのはおじさんは言うんですけど、その後入院してる時は言ってたんですけども、それで自殺しようとしたことのきっかけに自分の運命を変えるんだっていう思いでそのビジョンって世界に飛び込むんですけども、そのビジョンの世界には2人もう一人渡るくんの他にもう一人みつるっていう少年がいて、その人もちょっと家族ので殺されたりしてしまっての自分の運命を変えるために行くんだっていう話で進んでいくんですけども、一つ目のその5個宝石を集めていく、宝玉集めていくことになるんですけども、1個目を手に入れるまでがなかなか長かったんですよね。映画だともうそのビジョンに行った瞬間にすぐ手に入ってしまって、そこがやっぱり小説って量がある分なかなかその全てを映画では映しきれないんだなっていうところも一つ感じたところなんですけども、でそのビジョンっていうのはどういう世界かっていうと、現実世界で思っていることが反映された世界だっていうふうに最初行った時に案内を受けるんですけども、だったらどうしてそのビジョンで自分が反映されていることなのに不都合なことが起こるんだろうってすごい渡るくん疑問に思ったりとか葛藤したりするんですよね。その中でいろいろ自分ができることを見つけたりするんですけども、でこの最後の方に進んでいくにつれて、その自分との葛藤だったりとか、みつるはどんどん自分の運命を変えるなってことで優先して魔法を使って嵐を起こしたりとかするんですけども、で渡るくんは勇者なんですよね。勇者でも、最低ランクみたいなハイランダーって警備の仕事をしたりするのをやりながらやるんですけども、その中で自分と格闘をしながらその自分が思えている絵描いてるところとかあるんですけど、でその魔界をどんどん破壊するような、で三浦はどんどん自分の取っていこうとするのでどんどん勢力を出していくんですよね。でもその中で渡るくんっていうのは葛藤してて、で最後にはその宝玉をどういうふうに集めるかっていうところと、その願いをどうといろいろ格闘する中で自分のうまくいかない世界と、そのビジョンっていう世界も滅びてしまう可能性があるって言われて、渡るくんはどういうふうに夢というか願い事最後の女神ためにするのかなってところと、最後たまたま読んでて最初気にせず読んでたんですけども、最後の方で喜怒哀楽っていうテーマも出てて、その喜怒哀楽それぞれ旅で感じたっていうことと、もう一個一つ渡るくんに足りない感情、気づいてない感情があったってところが一つテーマになるので、このちょっと作品自体は長いんですけれども、喜怒哀楽ともう一個をぜひ皆さんに読んでほしいなというふうに思って、ここだけシークレットにしようかなと思います。またぜひ機会あったら読んでみてください。そんなところです。以上です。ありがとうございます。
なんか質問ありますか。うんと敵というあの一人しか狙いが叶わないので、どちらかしか叶わないという意味ではライバルみたいなイメージですね。ただ旅人同士で持ってる世界は違うよとは言われてたんですけど、じゃあなんで違うのにこういうふうな同じ世界なのかなってところは、それもなんか結構疑問としてはちゃんと回収されるので、また中学生以来で読んで、ああなるほどなっていう、人間の持ってる心ってそういうものなのかなってところは感じました。他ありますか。私もこれあの子供に読ませようと思って、はい、買ったんですけど、はい、50代の親父が読んでも楽しめるんですか。おそらくあの RPG やってる読みような、うん、ゲームやってるような感覚にはなるので、うん、すごいあのビジョンっていう空想の世界でも描写がしっかりしてるので、うん、私は楽しめるかなと思って。他ありますか。大丈夫ですか。私それ映画見に行ったんですよね、はいはい、映画は面白かったんですけど、はい、その後本読もうとしたら上巻で挫折してしまったもう力尽きてしまった、ね、っていう観点で言うと、映画は多分映画よりもそのどうしてビジョンに行くようになったかまでを詳しく詳しく書いてるので、そこを乗り越えるとっていうところから、うん、でしたと思います。宮部みゆき結構読んでました。もう一つソロモンの偽証だけですね。これとこれだけですね。はい、私も読んでみたいなとしてもなかなか手は出せずにいる感じです。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。